キリボン、林家宅園は台湾台中市リミネ区にある台湾語大豪族の一つであるキリボン、林家の邸宅と庭園から構成される建築群。台湾で最大規模の邸宅で現在もキリボン、林家の末裔が居住している。1985年に国定古籍に指定されたものの 1999年に921地震で大半が損傷し、再建中である。林山津への企業である林本堂、古墳有限講師と財団法人アトーム文化基金会が施設を管理運営、中央政府、台中市政府からの補助を得ながら被災した建物の修復を自力で行っている。家計図林家宅大は大陸からト来し、 台湾不台湾県猫ら保は遠霧に定住した、霧本林や発与の林石から三代目にあたる、林木の絵虎のこのうち林定国の下系と、林伝国の頂系それぞれの邸宅に分かれている。霧本、林や旧宝大円区として下系統が見学できるようになっている。陽教祭は頂系統では最初に建てられた。当初は、 総奥形式の建築物で、林伝国の住居だった。1887年林文金が草屋から洋教祭に改築するときに、西側の入り口に、荒病様式の半月池と山門が、陰落ちと一体になる設計で増築された。その後に開いた私塾の教室として使われた。林屋一族専用の学童教育場所で、日本統治時代にも、漢文都市学を教えていた。 慶香カオルロウは1864年から1866年の間に、林伝国によって建造された。1867年に、手前の第一落内外に森、森龍と、正美、慶東門楼が、1883年に、林文法によって、第二落ちの正美及び森龍が完成した。後に、林文金は、第三落ちの森竜と正美、すなわち、 五郎を1899年に完成させた。1916年南投げ地震で、軽闘楼の建物群は、損傷、1930年11月に再建された。この時に、日本式の衣装が取り入れられている。音返保は、元は、国葬と客室だった和洋中折衷の建物。1906年六代目の林修堂が、遊戯場所として使い始め、 菊を植えた。そして、音とがえと命名された。1909年から1910年の間、軌道は2階建ての西洋建築を建てました。霧盆・林家の中では、数少ない西洋式となるが、1920年に中国伝統式の森竜、正美様洋式として改築が始まり1930年に、完工した。その後百四十五年、 音外保ほの所有者だった各年は、音外保ほの地下室の舞池を作っている。草1837年臨機の江戸らが分家した時に、かやぶきの三合院により林宅で最初に、建立された。林佐区に、林殿国、林四基地と代々居宅として使われ、豪宅、豪邸を意味する、発財とも呼ばれていた。初期は、林家の新名町がここにあったが、 大部分は改築されてしまっている。921地震で著しく損傷し、2017年1月にようやく伝統工法による修復工程が始まった。2019年観光予定。旧放題は台湾随一の敏乱式住居。11の開館と第一深から第五深の後、新式からなる。1858年に林分札がまず中落ちの、 マサミと左右の森竜を建て、文才の死後は勲功により、章が与えられこの林朝宗が1883年に第一神、第二神を完成させた。下関条約で台湾が新朝から日本に割上される直前、1895年に後落ちの第四神、第五神も急いで完成させた。第四神は1935年に一族により、 撤去された。愛花町は、林家の縁石や家族での歓劇の場として1890年に、着工、1894年に完成した。台湾にわずかしかない、復讐議題と観客席がある。霧本、林家宅園の象徴的な建物。二房は、林文明が二人の子の居住用として1864年から1870年に、 建設した三大予知後新式建築。日本統治時代に改築されている。将軍府は1858年に、旧方代と同時に建設。トン軍、共有が駐屯するための拠点。馬馬や、軍隊弁公室、宿営部屋など、計28部屋を備えている。霧本林や花蔵の来園。 入口来園は頂き系の林文勤が母のために建てた庭園で、通称、林赤園。現在の民代高級中学校庭内にある。民大高中は、林剣道を中心とする教育者たちが設立した。台湾次大名園の一つ。林家宅邸と来園は921大地震後、行政院921震災。 復興推進委員会による経費補助の下で、体中見文化局により5箇所を復元させる工事を行っている。都心部からバスで約30から40分。来園は、霧本、林屋九宝大園区から徒歩10分弱。ありがとうございます。